音楽の日 2024No.1&LINE ISTONESL.E.SERAFIM が見せた8時間の音楽の力平野賞の圧倒的なボーカルとダンススキルが光る No.1&LINE I の音楽の日2024パフォーマンス音楽の日2024は TBS の大型音楽特番として毎年恒例のイベントです今年は HOPE 音楽の力をテーマに 8時間にわたって生放送され、多くのアーティストが出演しました。その中でも特に印象的だったのが、s バー t o n e s n ンア i そして L.E.S.Serafim の3組のアーティストでした。彼らのパフォーマンスは、それぞれの個性と魅力を存分に発揮し、視聴者を魅了しました。まず、n ン,ン,ンア i です。平野翔さん、神宮寺裕太さん、 岸優太さんからなるこの3人組アイドルグループは、2024年1月1日にデジタルシングル GOT で世界同時配信デビューを果たしました。その後、2024年5月にリリースしたミニアルバム NO WORING は、オリコン上半期ランキング2024の作品別売上数部門デジタルアルバムランキングで1位を獲得し、GOT も2位となり、上半期デジタルアルバムランキング史上初めて1位と2位を独占しました。 彼らのパフォーマンスは、その圧倒的な華やかさとオーラで視聴者を魅了し、特にダンスバトルのシーンでは、その実力を遺憾なく発揮しました。彼らのステージは、見る人に強い感動と興奮を与え、彼らの音楽が持つ力を再認識させました。次に、ストーンズについてです。2020年1月に CD デビューしたこの6人組男性アイドルグループは、 デビュー前から先輩グループのバックダンサーを務めたり舞台やドラマバラエティ番組で活躍してきましたその実力はアーティストとしても高く評価されており10枚目のシングル「こっからの」の MV は公開から3ヶ月で1億回再生を突破しましたさらに YouTube チャンネル「THEFIRSTTAKE」にも出演し圧巻の歌声を披露しました今年の「音楽の日2024」でも 彼らのパフォーマンスは視聴者の心を捉え、その魅力を再確認させました。特に印象的だったのは、彼らの歌とダンスのシンクロ率の高さと、メンバー間の強い結束感です。彼らのステージを見るたびに、そのプロフェッショナリズムとパフォーマンス力の高さに驚かされます。最後に、エルイ・セラフィムについてです。5人組の多国籍ガールズグループである彼女たちは、 日本人メンバーの桜さ,さんと和葉さんを含む多様なバックグラウンドを持っています彼女たちの魅力はその多国籍性とそれぞれの個性が見事に融合したパフォーマンスにありますオリコン年間ランキング2023では音楽ソフトの総売上金額が最も高かったアーティストを発表するアーティスト別セールス部門の新人ランキングで1位を獲得し女性グループでは約20年ぶりとなる 期間内売り上げ20億円超えを達成しました。彼女たちのパフォーマンスは、そのエネルギッシュでダイナミックなダンスと、感情豊かな歌声で観客を魅了し、彼女たちの未来への期待感を高めました。ナンバーアンダーラインアイは、平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんからなる3人組アイドルグループです。 彼らは2024年1月1日にデジタルシングル GOT で世界同時配信デビューを果たし、その後も多くの注目を集めています。彼らの魅力と成功は、その音楽的才能と個性的なパフォーマンス、そしてメンバーそれぞれの魅力に支えられています。平野翔さんは、その力強いボーカルとダンススキルで知られており、多くのファンを魅了しています。彼のパフォーマンスは、 エネルギッシュでありながらも繊細さを持ち合わせ、視聴者を感動させます。また、俳優としても活躍しており、その多彩さが彼の魅力をさらに引き立てています。神宮寺勇太さんは、グループの中でリーダーシップを発揮し、メンバーをまとめる役割を担っています。彼の冷静な判断力と温かい人柄は、ファンだけでなく、メンバーからも信頼されています。彼の歌声は深みがあり、 感情を込めたパフォーマンスで観客を魅了します。岸優太さんは、その明るい性格とユーモアでグループのムードメーカーとしての役割を果たしています。彼のダンススキルは非常に高く、その動きは力強くも優雅です。彼のパフォーマンスは、観客に喜びと感動を与えます。彼らのデビューシングル g o トは、その斬新なサウンドと力強いメッセージで大きな話題となりました。 この曲は、彼らの個性と才能を存分に発揮した楽曲であり、多くのリスナーに支持されています。また、彼らは2024年5月にリリースしたミニアルバム、n o All r i n g で、オリコン上半期ランキング2024の作品別売上数部門、デジタルアルバムランキングで1位を獲得し、その人気と実力を証明しました。ゴーにランクインし、上半期デジタルアルバムランキング史上初めて、 位位と2位を独占しましまたナンバーアンダーラインアイの成功の秘訣はメンバーそれぞれの才能と努力そしてファンとの強い絆にあります彼らの音楽とパフォーマンスは多くの人々に感動を与えその影響力は広がり続けています今後も彼らの活躍に期待が寄せられその音楽が持つ力はさらに多くの人々に希望と喜びをもたらすことでしょう 音楽の日2024でも彼らのパフォーマンスは視聴者を魅了しました特にダンスバトルのシーンではその実力を遺憾なく発揮し視聴者に強い印象を残しました彼らのステージは見る人に強い感動と興奮を与え彼らの音楽が持つ力を再認識させました n o ーアンダーラインアイのパフォーマンスはその圧倒的な華やかさとオーラで視聴者を魅了し 特にダンスバトルのシーンでは、その実力を遺憾なく発揮しました。彼らのステージは、見る人に強い感動と興奮を与え、彼らの音楽が持つ力を再認識させました。彼らの今後の活動に目が離せません。n o ーアンダーラインアイのメンバーは、それぞれが独自の魅力を持ち、その才能を存分に発揮しています。彼らの音楽は、その力で人々を結びつけ、 感動や希望を与える素晴らしい力を持っています。これからも彼らの音楽が多くの人々に感動と希望を与え続けることを期待しています。音楽の日2024は多くのアーティストたちの熱いステージが続きましたが、特にこの3組のアーティストたちのパフォーマンスは視聴者に強い印象を残しました。それぞれが持つ個性と魅力が見事に発揮され、視聴者を魅了し、 彼らの音楽が持つ力を再認識させるイベントとなりました。視聴者は、それぞれのアーティストたちが見せるパフォーマンスを通じて、音楽の力と希望を感じ取ることができました。特に、彼らのステージを見た多くの視聴者は、そのパフォーマンスに感動し、彼らの今後の活動に期待を寄せています。これからも彼らの活躍に目が離せません。音楽の日2024を通じて感じたことは、 音楽がが持つ力力と、そのの人々に与える影響の大きさです。音楽は時に言葉を超えて人々の心に響き感動や希望を与えます今回のイベントで見せたアーティストたちのパフォーマンスはその一例であり彼らが持つ才能と努力が視聴者に深い感動を与えました彼らの音楽が持つ力はこれからも多くの人々に希望を与え続けることでしょうまた 音楽の日2024を通じて感じたもう一つのことは、アーティストたちが見せたプロフェッショナリズムと、彼らの音楽に対する情熱です。彼らは、日々の努力と練習を重ね、その結果として素晴らしいパフォーマンスを見せてくれました。彼らの姿勢は、多くの人々に勇気と励ましを与え、その努力と情熱が多くの人々に感動を与えました。音楽は、その力で人々を結びつけ、 感動や希望を与える素晴らしい力を持っています。音楽の日2024は、その力を再確認する貴重な機会となりました。これからも、彼らの音楽が持つ力を信じ、彼らの活躍を応援し続けたいと思います。最後に、音楽の日2024に出演したすべてのアーティストたちに感謝の意を表します。彼らの素晴らしいパフォーマンスと、音楽に対する情熱が、 多くの人々に感動と希望を与えました。彼らの努力と才能が視聴者に深い感動を与えその音楽が持つ力を再認識させました。